武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年慶応義塾大学医学部の理系数学の勉強方法について話していきたいと思います。慶応義塾大学医学部の理系数学、試験時間は100分間で配点は150点満点の試験になります。大問構成は全部で4題出題されています。慶応義塾大学の医学部の理系数学、やはり難易度はかなり高いです。で、大学受験の中でもトップクラスに難しい難易度の数学の問題が出るというふうに考えていただいて、問題ないかと思います。で、そういった難しい問題に対するアプローチをどのようにかけていくかというところが対策のポイントになってきます。武田塾では、お勧めしているのが優しい理系数学という参考書があります。こちらの問題も、なかなか難しい思考力が必要な問題が詰まってるんですけども、こういった優しい理系数学に載ってるような問題で演習を、しっかり行うようにしてください。優しい理系数学の問題を見たときに、そこで、すぐ答えを見るのではなく、じっくり考える時間を設けて、問題文をしっかり解釈したり、そこから、実験をしてみたり、あるいは図形を書いてみて、いろいろ試行錯誤をするようにしてください。そんな中で、回答の1行目を持ってくるっていうことが、とても大切な作業になってきます。そういう難しい問題の対策を参考書でじっくり行った後には過去問演習をしてもらえたら、その時に問題文を見てどのように解いていくか、回答の1行目を持ってくるということが比較的スムーズにできるかと思います。なのでまず優しい理系数学でしっかり難しい問題に対応できるだけの力をつける。その後もし余裕があるならば、理系数学入試の革新難関大編などでさらに難しい問題に対するアプローチ対策をしっかり行っていくというように対策の順序を踏んでもらえたらいいかなと思います。なのでとにかく難しい問題に対する対策を参考書問題集で徹底的に行うと、あとはもう一個過去問を使って対策していくというところがポイントになります。大問1は小問集合なので、こちらは比較的標準レベルの問題になってます。ここで必ず点数をしっかり取ってもらって、大問2、大問3、大問4の難しめの問題に対して、先ほど言った参考書問題集を使った対策を重点的に行い、点数を取れるようにしていきましょう。今回は以上です。